皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのシャアです。今回はこちらのテーマについてやっていきたいと思います。タイムアウトを取るタイミング、二つの考え方について今回紹介していこうと思います。一つ注意、最初に注意があるんですけれども、やっぱりタイムアウトを取るタイミングにやはり正解はないというところだけご了承ください。 そして今回ちょっということでお願いしますこのタイムアウトを取るタイミングなんですけれども私の中で二つ考えがあって一つはなんとか競り合うために使うっていうのが一つ目二つ目は競り合わないために使うこの二つの考え方に沿ってタイムアウトを取るのがいいんじゃないかなと考えています。実際その 取るタイミングについてまあ格上まあ同格同レベル格下の対戦相手一応三つ準備してそれぞれ考えていきたいと思うんですけれども例えば格上の選手に対してはやっぱり基本的に相手にリードされる展開とかまあその自分が追いついていくような展開が多いと思います。 相手の方がレベルが上なので自分の方が最初こう引き離される展開が多いと思うんですけれどもでもやっぱりなんとか1ゲーム目を取りたいとか2ゲーム目競ったなんとか競ることができた2ゲーム目を取って 1−1 にしてもつれていきたいこういった方がやっぱり非常に多いと思いますしあの格上の人に負けた時「あああのセット取ってたらな」とか「あそこのポイント取っとけばなもつれたのにな」っていうことがあると思うので。 この格上の人の場合はもうリードした時とか例えばゲームの終盤9イ8とか1 0イ8でリードしているときには積極的に使った方がいいいいんじゃないかなかと思いますこの格上の時に例えば0ロ2のもう0ロ3で負けてたりしてそこで流れを変えようと思ってもやっぱりもう相手は余裕があるのでそのいいプレーをどんどん連発してもうなかなか勝つチャンスっていうのはほぼなくなっていると思います。なので そのの格上の人ととやる場合はまあ競り合は競うたために使った方がいいいんじゃないかなか思います次にまあ同レベル同格の人の場合はやっぱり基本的に競り合うもう実力が同じぐらいなのでまあどっこいどっこいの中で試合が進むと思うんですけれどもそういう時に限ってはもし何かのタイミングで例えば2 0でリードしたりとかあとは0 2になった時とかまあいろんな展開が考えられるんですけれども。 そのどっちかの考ええ方に寄せて使えばいいいいんじゃないかなかと思います例えば引き離されそうになったら競り合うためにタイムアウトを使えばいいしその自分がいい流れで試合を進むことができて2 0でリードしたとかもうそのリードしたまま展開がいくようであればもう競り合わないために使う,もう一気に勝負を決めちゃうっていうような考え方で試合タイムアウトを使えばいいと思います。で最後に 格下の場合ですねこの格下の場合っていうのはやっぱり基本的に自分がががリードすすることが多いこととと多多いと思いい思ますただその格下の選手に負ける時っていうのはやっぱり緊張したりとか相手が思ったよりいいプレーをしたとか競り合ってセットオールの末ギリギリ負けたとかそういったことが多いと思うのでそういう展開を作らない競り合う試合展開を作らないためにタイムアウトを使えばいいんじゃないかなと思います。 例えば 2−0 のイ8で勝ってたりとか2二1の9ク6とかもう最後引き離して勝負を決めるぞもつれ合わない試合がもつれないようなタイミングもつれさせないために使うというのが一番いいんじゃないかなと思います。タタイイムアウトを使うタイミングというかまあタイムアウトを使う考え方っていうのをちょっと話してきたんですけれどもいかがでしたでしょうか あのまあよく試合を見てて思うのが 2−2 の0対3とか5対8とかもうそのタイミングで使ってももう戦況がほぼ傾いてると思うんですよねどっちかに。やっぱり 0−3 とか5対8とか5対9で使ってもあのまあもちろん挽回できることもあると思うんですけれどもやっぱり集中力的にもああ離されたなとか。 そのすごい不利な状況だなっていう場面なのであのどっちかっていうとまだどっちに傾くか分からないまだ試合状況がどっちに傾くか分からない状況で少しでもこちらに勝ちを引き寄せるようなタイミングで使うのが私は一番いいいいんじゃないかなかと思いますただ最初に言ったようにタイムアウトを使うタイミングにやっぱり正解はないのでいろいろな考え方があっていいと思うんですけれども一つの考え方として参考にしていただければ幸いです。